はい、こんにちは、ともチャンネルです。ですね、今ハードオフに向かっているんですけども、その時の途中のドライブの雑談をしていこうと思っております。私が普段車に乗っているのはもうしょうがないんですよね。移動には車が必要不可欠だと思っていますのでね。で、これがもし車に乗っていなかったらっていうね、そんな想定で、まあ、雑談をしていこうかなと思います。私がもしね、万が一車を乗っていなくて車の免許を持っていなくて、でもって移動の手段は電車とバスのみというふうな感じでね、もし行動しているとしたら、私は多分ハードオフには行っていなかったでしょう。というのもね、千葉はハードオフ車でしか行けないようなところがほとんどですね。もちろん交通機関の中にバスというものを使ってね、それで行くのであれば行けなくもないんですけども、ただものすごい手間がかかります、時間もかかりますので、時間がかかるっていうのはその行くところに合わせた時間、要するにバス停で待ってる時間もそうなんですけど、1時間にね4本5本とバスが出ているようなところであればいいんですけど、そうじゃないところにもあるブックオフもあるのかな。それ考えるとね、やはり千葉のあちこちのハードオフを巡るということはねできないんですよね。今では車があるので1日も3軒4軒5軒とねハードオフ回ることはありますけども、ただもしそれがね電車とバスであれば1日いいところ2軒でしょうね。まあ、その間移動の時間っていうのはいろんなことに当てられますので、また別の、まあ、動画を撮ったりね、撮った動画を編集していたりということをしていたかもしれません。だけどハードオフを1個巡るにあたって、そしてもしね買い物して大きなものを買ったとした場合、電車でバスでね巡った場合はちょっとかったるいですよね。荷物を持っていけない、持っていくにしても周りの人に邪魔になってしまうとかね。そう考えるとやはり電車とバスだけのハードオフツアーってのはなかなか考えられないと思うんですよ。まあ、もちろんね、中には車を持ってないので電車とバスで巡っている人ってのは必ずいるんですけども、ただそういう人たちはね大きな買い物ってできないと思うんですね。私はこの冬のシーズンの前にストーブというかねオイルヒーターを購入したんですね。まあ、家にあるヒーターが使えないというか、去年のやっぱり今頃もうすでにヒーターを処分してしまいましたので、まあ、それで冬になってからねまたヒーターを購入したんですけども、まあ、そういったことができなくなるんですよ。要するに邪魔なものは家に置いといて、そして処分しなければいけないものはなかなか処分できないというね、そういうことはあると思うんですね。やはり車があったからこそそういったね、いらないものを勝手にじゃないや、さっさと処分して、で使うものに限ってはまたその時に購入すればいいやなっていうようなね感じですることができないんですよ、車がないとね。だから車がないと多分そういったこともやらないし、ハードオフも1日いいところ1軒2軒回るっていうのはなかなかね多分できないと思うんですね。で買い物も大きなものもなくなるし、であとはその周りをねこうハードオフだけじゃなくてその周りにもいろいろあるんですけど、そういったところにも行かなくなると、そういうふうに考えると無駄遣いが減るね。無駄遣いが減って、なおかつそれ以外の動画も撮れるようになる、いいことなんじゃないの。実はこれ今ふと思ったんだけど、実は車がないって不便なこともあるけど、それ以上にメリットあったりしてっていうような、今そんな感じで考えが巡ったんだけど、どうなんでしょうね。
まあ、ただ私の場合は本当に車のある生活が当たり前になってますので、そんなこともあんまり考えないでね、ただ単に行きたいところに行くというハードオフのね、ハードオフのお店行きたいところに行くという感じでやっております。あ、今日混んでるね、すごいね。だから電車しかない、バスしかないというのは もちろんね、考えられないんですけど、もし万が一ね、そういった時に陥ったとしても、まあメリット的なものもあるのかなという感じはします。まあ、もちろんデメリット、さっき言ったね、荷物が運べなくなるとかあるんですけども、逆に言えば大きいものはもう郵送で送ってもいいんじゃないかなっていう、そこまで来るとね、いいんじゃないかなっていう気がします。そうすれば手軽に手ぶらで帰ってこれるし、荷物はね勝手に送ってきてくれるから、まあすぐには届かないにしても1日2日でね到着するし、そんな感じでもいいのかな。そう考えるとね、またね考え方はちょっと変わってきちゃうんですけども、今のところはそんな感じで、車をいつも乗っておりました。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でねお会いしましょう。バイバイ。おしまい。